もうあれから80年か。そう遠からず星に帰るかもと言われてた割に、粘ってるじゃねえか。いい子だ。なあ、いい加減卵の中にいるのも飽きたんじゃねえのか？何が気に入らなくて、そこに閉じこもってんだよ。卵から出てきたら、絵本だって読んでやるし、おしめだって変えてやる。だからな、さっさと出てこいよ。はあ、そうそう、最近新しい魔法を覚えたんだ。この年になってたぜ。人生何が起こるかわからないよね。ほんの少しだけ物の記憶を再生できるんだけどよ、この魔法案外くだらない記憶ばっかり見せやがるんだ。肝心な情報だけをより分けられるほどうまくはできてないらしい。でも今まで以上に調査がはかどるのは確かだ。次の旅では今度こそお前を返す方法が見つかるかもしれねえ。それじゃあ俺はもう行く。じゃあな、マリウス。ん？お前、今何か言ったか？いや、卵が喋るわけないだろ。何言ってんだ俺は。疲れてんのか？でもそうだな、少しだけ疲れたのかもしれない。だからもうちょっとここで休憩していくとするか。この間赤龍の国に住むという龍を訪ねたんだが、手も足も凍りそうだ。いかん、眠くなってきた。こんなところで。おい、あんた大丈夫かい？子供じゃないか。テディや、ソリでうちまで運ぶぞ。へえ、あんたドラゴンを探して旅してるのかい？ああ、迷惑をかけてすまなかった。すぐにおいとましよう。そんな体で何言ってるの。この辺りの冬は厳しい。子供一人で山越えは無理よ。春までこの家にいらっしゃいな。が、そういうわけには。気にせんでいい。こんな山奥にお客さんが来るなんていつぶりだろうな。あんたたち、この耳が見えてないのか？耳？まあ、あなた妖精さんなの？それじゃあ、あんたもしかして子供じゃないのかい？てっきりうちの孫娘くらいの年かと。子供扱いしてごめんなさいね。怖くないのか？どうして？あなたは私たちに何も怖いことをしていないわ。それは春とは言わん。せめてこの吹雪が止むまではここにいるといい。冬の夜は長くてな、
この老人たちの話し相手をしてくれんかね。老人か。それを言うなら俺の方がずっと老人だ。とてもそうは見えないわ。おいくつなの？420、いやもう430歳になる。そりゃ驚いた。はっはっは。そうだばあさん、温かい飲み物を用意しておくれ。この年で人生の先輩に教えを超えるチャンスだ。聞きたいことが山ほどある。そうね、素敵な語らいには飲み物が必要ね。私たちと同じものでお口に合うかしら。あっという間に150年か。俺ももう450歳、すっかりおじさんだ。これだけ巡ってもまだ行ったことがない場所があるのが驚きだ。世界ってのは広いものだな。この150年で外の大陸はかなり様変わりしたぞ。最近は様々な国で夜の眷属にも渡航許可が下りるようになってきた。だいぶ旅がしやすくなったよ。石を投げられることも減った。妖精と人間の対立は人間の歴史の中じゃとっくに過去のものだ。どんなに抗っても彼らの文明の発展は止められない。俺たち妖精はいずれ古きもの、おとぎ話の存在として忘れ去られていくだろう。だが俺はこれから生まれて悠久を生きるだろうお前を、おとぎ話の主人公にはしたくないんだ、マルウス。だから早くその狭苦しい卵から飛び出してこい。外の世界は面倒なことも多いが、きっとそこよりは楽しいぞ。なあマレウス、お前が生まれたら見せたいものがたくさんあるよ。バンルージ殿、至急竜の都へ戻られたし、殿下の卵から急速に魔力が失われつつあります。次の満月を待たずに星にお帰りになってしまうやもしれません。バンルージ殿には直接顔をお見せいただきたく。バンルージ殿、よくぞお戻りくださいました。マレウスの卵が危ねってどういうことだ。落ち着いてください。そんなに締め上げられても息が。お前たちがついていながらどうして。殿下はもともとは200年前に星に帰っていてもおかしくなかった。それがどういうわけか奇跡的に流れていた状態なのです。しかしついにその時に来てしまった。そんな、もうどうにもならないってのか。塔の上をご覧ください。3ヶ月ほど前から
マレフィシア様の魔力を一切受け取らない。どんどん鼓動が弱くなってまいりました。そして先週からはあのように卵の周りに強力な結界を展開し、近づこうとすれば激しい雷を発して拒絶するのです。接近を試みた医者と近衛兵が重傷を負いました。女王陛下が魔法で抑え込もうとしましたが、激しい抵抗が続き、無茶をすれば卵が中身ごと潰れてしまう。ですから手も足も出ない状態で。鳴き声がする。え、お前たちあの声が聞こえないのか。声、風と雷の音以外は何も。マレウス、ヴァンルージュ殿、まさか塔を登るおつもりですか。いけません、あの雷撃を食らえばあなたの命が危ない。バカ野郎、目も開いてねえガキが一人で泣いてんだぞ。大人がガン首揃えて眺めてるだけでいいわけねえだろ。待ってください、ヴァンルージュ殿。マレウス、なんて威力だ。直撃したら一巻の終わりだな。だがお前が俺の呼びかけに返事をしてくれたのはこの200年で初めてじゃないか。この声、やっぱり間違いない。泣いてるんだあいつは。怒ってるのか。悪かったよ、ずっとお前を返してやることができなくて。買うのか、わかんねえよ。泣いてないで俺にわかる言葉で喋れ。か、よし、わかった。その息だ、もっと泣け。赤ん坊ってのはそれでいい。いいぞ、思いっきりやれ。体がバラバラになりそうだ。マレノア、レヴァン、てめえらは空の上から高みの見物か。いいゴミ分だな、おい。まだお前らのところにマレウスは行かせねえぞ。マレウスは見るんだ、お前たちが見ることができなかった世界を。お前、寂しくて泣いてんのか。そうか、そうだよな。200年も一人でいたら誰だって寂しいに決まってる。なんでそんな単純なことがわからなかったんだ俺たちは。待ってろ、今そこまで行くから。残念だったな。俺は緑ヶ原の走る城壁とまで呼ばれた元右大将だぞ。これくらいでくたばれるほどやわにできてねえんだよ。さあマレウス、次はどうしたい。
俺はまだまだやれるぞ。あと100年でも200年でも、お前が根負けして卵から出てくるまで、あやしてあやしてあやしまくってやるからな。やっぱり腹が減ってたんじゃねえか。痩せ我慢しやがって。いいぜ、俺のも持っていけ。魔力でも寿命でも欲しいならいくらでもくれてやる。だから出てこい、外の世界に。生まれた、本当に。あ、こいつ生まれたてのくせに一丁前に火を吹きやがる。見ろ、マレノアと同じ緑色の炎と目をしてる。ってお前以外に誰もいねえか、マリウス。ああ、やっと会えた。200年もかかっちまった。なぜ親父殿の夢はこんなに辛いことばかりが起きるのだろうと。でもようやくわかった。きっとこれが親父殿が一番幸せだった瞬間なんだ。戦って傷ついて失って、たくさんの悲しみの先にしかこの幸せは訪れない。マレウス様がお生まれになったこの瞬間は、マレウス様のご誕生にこんな経緯があったなんて。茨の谷の歴史書は何冊も読んだが、どれにも記されていなかった。おじい様はなぜこの素晴らしいお話を僕にしてくださらなかったのだ。万ルージュよ、よくぞ王子殿下の卵を孵化させた。奇跡じゃ、まさにお主は英雄ぞ。英雄。さあ王子殿下と共に女王陛下のもとへ参るがよい。違う、俺は、わしを…万竜寺よ、貴様、よくもその手でお世継ぎに触れたな。竜の卵に、コウモリが魔力を注いで返したなど、前代未聞の醜聞だ。高潔なるドラコニア一族を汚した罪は重いぞ。
員たちが急に態度を変えたぞ。親父殿が気づき始めたんだ。これが夢だと。ではリリア様が実際に受けたのは祝福の言葉ではなく、あんな罵詈雑言だというのか。ああ、おそらく。二度と王子殿下に近づくな、コウモリめ。早くそやつから王子を取り上げろ。早く医者を呼び、王子殿下をお見せするのだ。ああ、王子殿下、おかわいそうに。無能なこの兵のせいでご両親を失ったばかりか、不浄な魔力を注がれてしまうなと。王子殿下の御身に何かあったらどうするのだ、愚か者。貴様ら、もう我慢ならん。その侮辱、今すぐ撤回していただこう。ヴァン・ルージュ殿がどれほどこの国を、ドラコニアを愛し尽くしてきたか。いい、バグル、これでよかったんだ。これがきっと正しい、正しい。頭が割れる。ヴァン・ルージュ殿、お気を確かに。こんなところにいたのか。ようやく見つけたぞ、リリア。その声は、レバーン。お前いつ帰って。でもその角はマレノアの。何者だてめえ。知らなかった。お前が自らの命を懸け僕を返してくれたなんて。僕を、何を言ってる。元老院の老いぼれどもめ、よくもリリアを。おばあ様もだ。なぜ今まで僕に真実を隠していた。違う、マレウス、口止めしたのはわしじゃ。真実を知ればお前が負い目を感じるかもしれぬと。マレウス、マレウスはまだ二本足の姿にもなれぬ赤ん坊で、頭が。何も考えなくていい、リリア。お前がこれ以上苦しむ必要はない。どんな夢がいい。父と母が生きている頃の夢か、それは息子と共に穏やかに暮らす夢か。やめろ、わしは。俺は、この僕がお前の望みを何でも叶えてやる。さあ、リリア、僕の手を。親父殿！夜明けの騎士、なぜお前がここに。違う。シルバー、セベク、またお前たちか。本当に寝つきが悪いな。まだ抗うというのか。諦めません、絶対に。リリア様の思いを知ればなおのこと。たくさんの愛によってお生まれになった若様がこの世界の敵となり憎まれていいはずがない。だから俺たちが絶対に打ち破ってみせます。マレウス様、あなたの祝福を。祝福。
よくぞ言った。それでこそわしの弟子じゃ。弟子って。ようやっと頭がはっきりしてきおったわ。すべて思い出したぞ、シルバー、セベク。それからグリムに監督せ。おやつだ。わしは随分と長い昼寝をしていたようじゃ。やってくれたのマレウス。ち、完全に冷めたか、リリア。だが心配はいらない。またすぐに寝かしつけてやる。このわしを寝かしつけると言ったか。生意気に育ったもんじゃの。やれるものならやってみよ。皆の者、わしに続け。一時退却じゃ。追いかけっこか。お前とこうしてじゃれ合うのは何十年ぶりだろう。時間はいくらでもある。楽しもうじゃないか、リリア。わしがマレウスに隙を作る。その隙にシルバーのユニーク魔法でこの夢から脱出せよ。あなたを置いていけません。一緒に行きましょう。なに、マレウスの感触には付き合い慣れておる。夢の中ではわしの魔力も枯渇しておらぬし、力が有り余っとるあやつと遊んでやるにはちょうどいい。しかし、心配するな。マレウスはわしを再起不能にしたりはせんだろうよ。父親に似たのか、非常になりきれぬ優しい男じゃ。シルバー、セベク、現実のマレウスのことを頼んだぞ。はい。見つけたぞ、リリア。さあ、どうしてやろうか。今じゃ。さあ行け、早く。絶対にあなたみんなを眠りから覚ましてみせます。話したいことがたくさんあるんです。おう、約束じゃ、シルバー。夢から覚めたらまた会おう。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。いつか会った人、いずれ会う人、ミートインアドリーム。おい、おい、シルバー、これは誰の夢へ向かっている。わからない。とにかく次の夢に渡って体勢を立て直すしかない。みんな、俺から絶対に離れるなよ。ほげー、誰かの夢につく前に潰れたパンになっちまうんだぞ。今、何か遠くで光って。おーい、
なんだ、遠くからすごい速さで何かが近づいてくる。鳥？飛行機？いや、違う、あれは。おーい、オルタ？そう、僕だよ。やっと見つけた。お前、どうやってここに。話はあとあと、とにかく僕に捕まって。さあ行くよ、ワープ。毎回この無様な着地をするのは、なんとかならんのか。ここは、イグニハイド寮。一体誰の夢なんだ。とは、あいつどこ行っちまったんだぞ。何、まさか夢の回廊に置き去りに。皆さん少し落ち着いて。ちょっと待って、タイム、拙者は敵ではござらぬゆえ、そんな怖い顔で睨まないでもろて。あなたは。タンクがいなきゃボス討伐クエは始められない。これでようやく突入準備が整いましたわ。前座は終わり、いよいよメインイベントの始まりだ。